どうも、みなさん、こんにちは、エレンです。今日もポケットモンスターアルセウス、やっていこうかな。体操大事、うん。これわかった。これすごい体操大事。うなずく、うなずくね。ね。首を振るね。Why? Why? なんで？お疲れさん、お疲れさーんだよね、これ。お疲れさーんの手や。すげえ。これ拍手も面白いけど、足が面白いんだろうね。足がおもろいわ、これ。これは？えい。ああ、なるほどね。えい。おう言わない、えいえいの仕方ね。いつまでするの？いつまでするのこれ？何？いやいや、通信しなくていいよ。よし、行こう。景色綺麗だな、相変わらず。村長に話しかけたらいいかな。話しかけよう。真理を求めるなら、何時真理を求めるならば、千里を歩き、これは流暦に伝わる言葉の一つだ。あったドロン、遠方へ目を向け、足を伸ばし、人々の話を聞いて見聞を広められる。私はオプチマスプライム。はい、サブターゲットの条件を達成したときには、スターミニューの中にあるサブターゲット達成を呼ぶクエストのときにも、ああ、これもう聞いた。もうはいはいはーい。お、ドスマッカーをクリアしてる。何？もう嫌だ俺。このドスマッカーはマジで無理。よし。今日は古代林の生産アイテム納品ですね。あはあはあ。何？ドスマッカーを一等買えないんだよ。流力メインターゲット方式。流力金ポイント1000ポイント入手。どういうこと？これ何？今まであるわけ？結構あるじゃん。もういいや、もうこれ流力金1000ポイントってどうやってするわけ？もうありがとう。これなんか買おうか。研ぎ石が欲しいね。あと回復薬も欲しいかな。よしよし、てんてんてれれん。お、若いの暇ならご帰りで生産アイテム納品でもしてみねえか。物は何でも構わないけど、依頼人に関わらずポイント以上になるように納品ボックスに入れておいてくれ。入れとくれ。よし。ああ、いい景色。いい景色だね。ほらすごい。なんか風車すごい形してる。継ぎはぎ、あれ
おっさんいる。おっさん、おっさんにまたもらおうかな。おい、ちょっと待って。ちょっと待って、こうおっさん、これもうなんかもう重なってるし、おっさんも猫も重なってるし、もうなんか、このここでやりくりしてなんわけ。なんじゃ若いの、わしの顔になんかついてるか。そうじゃ、お主にこれを大切に。出た、ボロ虫やみ。この人がやるやつ、ほとんどボロやな。千里眼の薬。千里眼の薬も毎回もらってるけど、もういらんかな、あんま。あんま使わんよね。千里眼の薬使う場面は。あれならちょっと教えてほしい、ほんとに。よし。おお。いい景色だ。ねえ、こんな贅沢ですよ。そこの坂をね、登っていこうと思います。ここね、この坂。よし、草むらだったらね、ポケモン出てくる可能性すごい高いんだけどね。草むらで出てきたかの時一回もない。もうびっくりした。よーし、なに、おい、マジ虫網とんな。よっしゃ、あぶねえ。あ、よし、全部取り返した。もうこいつはほんと何でも持っていくよね。何だったっけ、その、ベスト的に目標料理金ポイント、いっぱい、あれ、いっぱいなんか取ればいいわけ。その、なんていうの、こういう、ここあれでしょ、なんかあるでしょ、これ特産キノコとかを取ればいいわけかな。わからん、誰か教えて。何、流力金ポイントって。ドスマックも倒さんといけないでしょ、今日結構忙しいよ。流力金ポイントって何、あれ、珍しいね。ここニャースおったっけ。このニャースは攻撃せんってたら、あんまり。この子たち、これどうにかしたら流力ポイントもらえるのかな。じゃあね、マジごめん、マジごめん、ニアス倒す気なかった。わかったわかった、ごめんごめん。いや、ニアスめっちゃ切れとる。流力金ポイントって何、よいしょ、よいしょ。今日、皆さんね、お菓子を食べながら、ぜひお菓子を食べながら見ていきましょう。今日私が食べているのは、トタ名物、芋けんぴです。芋けんぴ、ずっと好き。
ずっと芋けんぴでいいのか。うわ、お、なんか死んでる。倒した？倒してないか。どう？倒した？倒したね。これで流力金ポイントもら、え、何？もう流力金ポイントで採取しておくけど、採取したら流力金かな。まあ、流力金ポイントの上げ方が誰か教えてほしい。これ海竜の死骸だ。すげえ。あ、子供海竜やろな。本当に最悪。やばいやばいやばい。うわうわ、痛い。やばいやばい。うわ、ちった。ふざけやがって。